こんにちは。日本橋経済新聞二藤です。今日は藤本さんお休みですので、今日までお休みです。なんか今千葉の田舎の方に行ってるそうですけど、まあ、今日一人で番組を進めさせて、いただきます。ということで、ついにもうすぐ12月ですね。なんと1年の早いことかということで、ね、選挙とか、ね、何のための選挙かよく分かりませんけども、ね、あの日本橋もですね、ライトアップが12月1日には全部揃うのかな。東京駅から、日本橋、桜通り、桜通りから日本橋経由、これと室町あたりまでぶらぶら散歩すると、ちょうどね、イルミネーションがいろいろ飛ばして楽しい。その辺のレポートは来週ですね。実は今週、明日、日本橋、取り歩き写真教室というのを、まあ、後ほど記事でも案内してますけどもやります。2時半からまだ若干余裕があるので、もし、デジカメスマホを持って集合ということで東京駅に集合して、ブラブラ写真を撮りながら、最後人形町でライブ、まあ、これ流れてます、堀尾和孝のライブを、みんなで聴きながら撮影するという企画ですので、ぜひね、まあ、ちょっと寒いかもしれませんけど暖かい格好でお越しいただいたら、写真好きの何をぜひお越しいただければと思います。では、マーシャルになります。マーシャル入ってないけどね。はい、それでは1本目、まあ、オープニングにお話しました、日本橋でスマホデジカメ写真教室、名所を巡る街歩きで撮影指南という企画の告知記事ですね。日本橋で11月29日街歩きしながら写真を学ぶ日本橋取り歩きスマホデジカメ写真教室が開催されると。主催は日本橋補撮会、まあ、補撮会というのは撮りながら歩きながら撮る会というのが、ありまして、これ結構古いんですが2011年震災の後ですね、6月11日の結成以来、日本橋の写真好きが集まり、日頃のナイスショットを Facebook 上で、自慢し合い、バーチャル写真展を開催してきたと。ネット上のつながりはあってもメンバーが一堂に会するのは今回が初めてということで、まあ写真好きの皆さんが集まって、日本橋の名所を巡ってブラブラ
ね、買い食い歩き食いをしながら写真を撮ってブラブラするというのんきな企画ですね。日本橋の建物風景人物ステージ撮影とさまざまな被写体の撮影技術を学びながら、同時に街歩きやライブが楽しめるという企画と、メンバーの一人である日本橋経済新聞の二藤編集長、私ですね、のリーダーシップです。私が責任を持って皆さんの写真、いい写真撮れるようにね、サポートさせていただきます。会員それぞれお気に入りの撮影スポットを巡りながら、広域日本橋の魅力を再認識すると、再確認すると、東京丸の内駅舎の南ドームに集合ですね。これ2時30分に集合、丸の内、八重洲、そして時矢橋から日銀を経て室町、人形町のお気に入りの撮影スポット、約3時間で、ブラブラ歩き、最後は人形町のライブハウススロッピーで、この堀尾和孝のスーパーアコギテクニックライブですね、聞きながら、まあ、ライブの撮影もしちゃうという企画です。開催時間は2時半から9時半まで、ちょっと長いんですけども、参加費は2000円、これは堀尾のライブのライブチャージ代を含むです。予約が必要です。問い合わせは、日本橋経済新聞0356239307、また直感名余裕がありますので、よろしかったら。でライブは時間的に行けないという方は途中で、離脱していただいて構いませんが、その場合ライブチャージは、1500円ですけども発生しませんので、500円だけで、まあ、これコーヒー代ですけど、です。途中参加途中離脱 OK というふうにしております。ぜひ、というかね、まあ、結構日本橋もね、いい撮影スポットがいっぱいありますから、まあ、一緒にブラブラしましょうというところで、 Facebook 上で日本橋補撮会というのを検索するとこのページが出てきますので、まあ、当日の写真なんかもその場ですぐアップしたりしていくと思いますので、また参加になられない方も Facebook で楽しんで一緒に、まあ、散歩していただければというふうに思います。日本橋スマホデジカメ写真教室の、まあ、案内記事、まあ、うちはお遊びネタをちょっと基地にしちゃいましたので申し訳ないんですけど、次、日本橋本町のカフェでサラダナイト、保存瓶に野菜を重ねるジャーサラダを作るということで、これはですね、今年の7月にできた日本橋本町4丁目 のカフェでトラビスカフェという、いや写真出てますね、これトラビスカフェのメンバースタッフですけども、11月26日透明のガラス瓶に、野菜、ナッツ、フルーツなどを重ねたジャーサラダを作るイベント、サラダナイトが開催されたということで、これこの瓶がね、非常に特殊な瓶です。米国の老舗瓶メーカーバルシャのガラスの保存瓶、メゾンジャー、メイソンジャーだ、メイソンジャーに野菜をですね、まずドレッシングを入れて、好みのナッツ類や果物、そして野菜をこう入れると、まあ、ドレッシングはビネガーベース、フルーツビネガーをベースに作ってるんですが、まあ、お酢ですよね。で、まあ、殺菌効果もあるので、まあ、5日ぐらい持つということで、このニューヨークなんかでは非常に健康志向の働く女性の間で話題ということだそうです。で実際に日曜日の夜にまとめて1週間分作って、それを毎日お店に持って行って、
一緒に食べるというようなそういうライフスタイルが非常に今流行っているということです。まあ、店舗では週替わりのジャーサラダ、これ32オンス瓶が680円ですね。32オンス瓶だと約まあ1リッターですね、1リッター弱ですね。16オンスで480円、その半分のサイズで 500cc ぐらいですね。で480円と、いや自家製フルーツビネガー、これも540円など健康に配慮したメニューを提供していると。あと、ジンジャーエールね、この自家製のやつがありました。これも美味しかったです。まあ、写真出てますけども、参加者の皆さんそれぞれ個性豊かなね。まあ、自分でサラダをね、まあ、自分でまずドレッシングを作って、でサラダをその後ですね、瓶に詰めて持ち帰りされてましたが、非常に簡単でなおかつね、日持ちがするっていうのも、まあ、それで日持ちがね、5日目ぐらいになるとピクルスみたいな感じに、その酢ですから、使ってですね、非常に楽しい、美味しいし、まあ、すごい綺麗なサラダです。もう一回やってみようかなと思ってますね。今回は日本橋地元のですね、人弁さんのつゆの素をベースにした和風ドレッシングも、のレシピも用意してくれてまして、非常に美味しい、あっさりして食べやすいドレッシングでしたけども、まあ、そういったメニュー開発もしていきたいなというようなことをオーナーの頃佐藤さんが言ってましたけども、まあ色とりどりの見た目も鮮やかな、みんなで作ったら楽しいんじゃないかなという、そのサラダをね、でワイワイ言いながらですね、ほとんど、まあ、参加者の男性、これは彼は名古屋から出張の帰りに来てたそうで、会が終わった後、まあ、新幹線で名古屋に帰っちゃいましたけども、非常にサラダ女子会という雰囲気で、楽しい感じでですね、やってました。食がお腹を満たすだけでなく、健康で豊かな文化やコミュニケーションを育むきっかけになれば、で今後は日本橋ならではの老舗の素材を使ったアレンジメニューも考えていきたいと、この佐藤さんイケメンで、おりました。このサラダナイトは毎週です、毎月最終水曜日、ただまあ12月は24日のクリスマスイブですね。それ以外は毎月最終の水曜日にやってます。参加費2000円でサラダが自分で作ってですね、このメイソンジャーもお持ち帰り、そのままお土産でお持ち帰りできるという非常にお得な企画です。ぜひどうぞ。はい、次。今日はなんか一人だからね、まったりしてますね。昨日飲みすぎちゃって、
昨日はあのお好み焼きじゃないや、たこ焼きバーが人形町ありますけど、またあの永田町でね、あの和食屋さんがあって、たこ焼きが20個で1700円、高いなと思ったんですけどね、あのすごく具材もしっかりしててですね、たまたまたこ焼き焼くのが大好きな女性がいまして、そのみんなの分を焼いてくれてですね、まあ非常にグリッチなたこ焼き、まあ他の料理も美味しかったですけどね、ちょっとご飯が進んでしまいまして、ちょっとまだお酒は残ってるのかもしれません。じゃあ次行きましょうか、どうでもいい話。切手で体感瀬戸内フェア、瀬戸内7県が集結、ゆるキャラやソウルフードも、丸の内南口の切手、東京駅丸の内 駅舎の南口ですね、隣の切手で、地下1階のパフォーマンスゾーンってあるんですけども、そこで、今週の日曜日ですね、11月30日瀬戸内7県が連携した体感瀬戸内フェアが行われると、主催は瀬戸内ブランド推進連合ということで、なんかその瀬戸内のブランド推進連合、いろんな県がね参加してるんですけども、愛媛、徳島、兵庫、山口、広島、岡山、それと香川、7つの県がですね、これ写真に写ってるのは文化キーっていうゆるキャラ、本当にゆるいねこれね、文化キー、柿ともみじまんじゅうがこれ頭にしてるの、何が言いたいねんいうキャラクターだけど、まあまあゆるキャラですからね、自由ですから。同連合ではブランドスローガン、瀬戸内スティーレ、瀬戸内という生き方へをテーマに掲げていると。スティーレとはイタリア語でスタイルのこと、イタリア語にする意味があるんかいなというツッコミをしたいところですけども、まあ何たって瀬戸内は日本の地中海ってね言われてるぐらいですから、まあ、スティーレいいじゃないですかね、瀬戸内らしいですね、あり方というかね、現代的で日本らしい内海文化の中で、ね、これからの日本人の一つの生き方、瀬戸内スティーレを作り出し世界に発信していくと。具体的に何やねんという気もまあしなくはないですけども、まあ内海文化ですよね、穏やかなね、小波しか来ない、という、まあ、台風の時は来るよね、今回2回目となる同イベント、東京の消費者に、瀬戸内の魅力を体感してもらおうと、瀬戸内海に面した各県からお国自慢の食材を用意と、愛媛県からはみかん、ああまあみかん当たり前ですね、はい、徳島からは柚子、兵庫からは丹波黒豆、山口県からはみかん鍋、みかん鍋、おすごいな、ちょっと興味あるな、広島県のレモン鍋の素、レモン鍋の素、まあ塩レモンがねやってるから、まあありでしょうね、いい味なんでしょうね。瀬戸内ならではの温暖な気候が育てた柑橘系を生かした酸っぱうまいと、酸っぱうまい、酸うま味やな、酸うま味ね、酸っぱうまい鍋や国産スイーツの元祖、岡山のきびだんご、きびだんご大きく出たな、国産スイーツの元祖なんや、まあ美味しいもんでもないけどね、うどん県の香川県からはうどんだけでなくキウイフルーツも届くと、
慢のご当地メニューをですね、試食できるんでしょうね、当然ね。で、まあ、できればお買い上げくださいって言って、できれば、瀬戸内海に遊びに来てくださいということでしょう。当日は広島県この文化期で、ね、広島県から文化期徳島県のすだちくんといったご当地ゆるキャラも来場、瀬戸内7県のソウルフードを紹介する予定と、クイズ大会や地元の素材を使ったファッションショーなど瀬戸内を体感できる一日となるということでですね、なんかキャンペーンをやってるそうで、瀬戸内の名産品が当たる、食文化体感キャンペーンっていうのがねありまして、それぞれのアンテナショップでですね、1000円以上お買い上げいただくと、抽選で70名に7県いずれかの名産品2000円相当を詰め合わせた瀬戸内食文化体感セットをプレゼント、まあ、どの県の名産品が届くかはついてからのお楽しみということです。大体銀座有楽町日本橋エリアの瀬戸内アンテナショップっていうのが地図が出てますけども、山口、これは日本橋にありますね、日本橋プラザビル1階を入れます山口館、兵庫ワクワク館、これは交通会館ですね、有楽町の地下1階、香川県、徳島、香川ともに市場、ふるさと物産館、これも交通会館の1階だ。で、広島ブランドショップ TAU タウってのこれ銀座上市ビル、銀座1丁目ですね。徳島エーモンアルデー徳島、なんでもありやな、銀座これも1丁目、ですね。鳥取岡山新橋館、これがこれ新橋と、香川愛媛瀬戸内春菜館、これ新橋と、が虎ノ門エリア、飯田橋エリア、杉並エリアに、納徳島、あ、ローソンのタイアップショップだなこれ、あ、なるほど、納徳島、ローソン、虎ノ門、巴町店と飯田橋三丁目店、ね、とかいろいろやってます。で、応募方法が、スマホで1000円以上買ったらレシートを撮影すると、でレシートの写真がブレてない、商品の内容が入ってる、上から撮影されてる、暗めの台の上で撮影されているとか、なんか分からんけど、まあ、購入商品が確認できるように撮影してくださいと、レシートが長い場合は折って購入店舗名、商品名が映るように撮影してくださいと、これはまあ購入エビデンスですね。でステップ2は、まあ、めんどくさい、これホームページ見てください。まあそういうことで、11月30日瀬戸内体感瀬戸内フェアっていうのがね、ということです。まあこのぐらい説明してあげたらいいやろ、ね、私もちょっと覗いてみようかな、俺な、このみかん鍋気になりますね、みかん鍋ね、どんな味なんだろう、何だったかどうしよう、まあということです。
はい、あっという間の30分でしたが、今週はねやっぱこ の, あのジャーサラダ面白かったですね。本町4丁目のトラビスカフェ、最近ね本町の4丁目に面白い店がなんかどん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 集結してる感じで、9月かな、9月に取材したマイティーステップコーヒーストップっていうコーヒー屋さんですね。これもその本近くの本町4丁目ですね、日本橋本町4丁目のコーヒー屋さんも、まあ、いい感じですし、あと鳥若さんかな、鳥若さんも、ね、取材しましたけども、これも築50年っていうかね、開業50年の焼き鳥の老舗ですけども、これも4丁目、ここのご主人がピアニストっていうかね、キーボーディストで、ちょっとだいたいお客が一段落するともう板場を離れて自分でピアノを弾き始めるというちょっと変わった焼き鳥なんですけども、ちょっとね一度この本町4丁目会議みたいなものを仕掛けてですね、ほんとね何にもないところにこうやって個性的な店がいっぱいできてくると、その街がどん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 人が集まってきてですね、そうイタリア の手作り紳士服のイプシロン、ね、船橋さん、これも4丁目ですね、本町4丁目なの確か。どん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 面白いですが、ちょうど取材で行きましたら、もうまだ取材してないけど結構面白そうなね、もう撮影でブラブラするかもしれないですね、本当に4丁目のね。まあ明日のその日本橋撮影取り歩き写真教室、まあお気軽にお時間のある方はぜひ、お越しいただければというふうに思います。事前の予約制ですので、0356239307までお申し込みいただきましたということで、ちょっと今日はコマーシャルっぽい放送でしたね。じゃあ良い週末を。